んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは不幸自慢をやめるです。不幸自慢をする人たちがいます。何人かで話している時、誰かが昨日電車で足を踏まれてと話し始めると、私なんかもっとひどいことが、満員電車で鎖骨を折ってというふうに話題を奪って、さらにひどい出来事のことを話し始めます。これは自分が一番かわいそうというアピールをしているんです。思考が現実化するということを理解していないので、このように過去の不幸なことを何度も思い出して口にすると、それはまた未来の不幸を作ってしまうということを知らないんです。実際にそれを話しているときは感情脳が動いています。感情が動くときは、その不幸な話は現実味を増し、現実化する力が増えてしまうんです。こうして40代50代になると、なんでこんなことになるのという不運に見舞われますが、その時は後の祭りです。不幸自慢はろくなことを生みません。どうしてこんな不幸自慢をするようになったんでしょうか。この元となる感情は嫉妬です。そもそも子供の頃に他の兄弟が話題の中心になっていると悔しくて、注目を集めようとしたことから始まりました。そして親がかわいそうな人に同情するのは心が美しい証拠と思っているんです。例えば夕食の食卓でお兄ちゃんの成績が良くてお母さんに注目されていると悔しいと感じます。そういう時に、今日は学校で友達にいじめられたと言うと、お母さんは、え、本当なの？なんてこと？と言って自分に注目してくれます。そうすると、よくできている兄弟からできていない自分の方に注目を戻すことができるので、不幸自慢は蜜の味なんです。このように上のレベルの人から注目を奪うと、レベルの低い自分の方が偉いような気がしてきます。これは出来事に限りません。体にも影響します。学校で友達がかけっこで1位を取ったとしましょう。自分はビリだったけど、前の日に階段から落ちて怪我をしていたからだと言うと、怪我をしていたのに頑張ったねと言われます。これが狙いで、体の痛みはありがたいものとなり、この思考が続きます。こうしてこの人たちは体に痛みを背負うことになるんです。意外にもたくさんの難病の裏にこの思考がありますので、注意してください。この思考が長いと子供にも影響します。これを遺伝的な病気というふうに呼んだりしていますから、注意してくださいね。自分がこのタイプかを見分けるには、自分が不幸な人に無条件で同情するかどうかで分かります。不幸な人に同情するのは愛がある証拠と思い込んでいるとかなり危ないので、早くこれを解除しましょう。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。できれば3歳がいいですね。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも不幸な自分のことを思っているよね。心の中でいつも自分の不幸や不運を数え上げているよね。そしていつも自分がどれだけ困ったか、自分がどれだけ辛かったかを人に語っている。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが人に勝ちたくて不幸を話したがるから、不運や事故、病気などの不幸をどんどん引き寄せてしまうんだよ。気がつくと周りの人は何も困っていなくて、トラブルがない暮らしをしているのに、自分だけはトラブルだらけなんだ。優越感を感じたかったのに、今は劣等感ばかりなんだ。不幸を作って
それを人に話して注目されようとするのはやめなさい。不幸だと思ってもらったら同情してもらえると思うのはやめなさい。幸せな子よりも不幸な子の方が偉いと思うのもやめなさい。全然偉くなんかないよ。ただのダメなやつなんだよ。注目してほしいなら人よりも優れたことをしなさい。わがままを改めて人を認めなさい。プライドを保つために自分には不幸があるからできないだけであの子に負けているわけじゃないと言い訳するのはやめなさい。自分の悪い性格をごまかすために同情してもらおうと不幸を作るのはやめなさい。自分より幸せで人気のある子に嫉妬するのではなくて、その子よりも優れた人になることを目指しなさい。大丈夫、できるよ。大人の自分はあなたを見守っているからね。不幸自慢はもう終わり、二度としないと決めなさい。そして実力を高めると決めなさい。大人の自分はあなたが大好きだから、あなたを幸せにしたいんだよ。だから頑張りなさい。